かつて日本有数の繁華街であったその町は、もうこの地上に存在しない。今日、町があったはずの場所には巨大な陥没坑が深刻の深淵を覗かせ、奇怪なオブジェがその中を占めている。オブジェからは、塔とも呼ぶべき奇怪な突起物が、天空に漂う白い月を目指すように突き出していた。かつて町に生き、暮らしていた人々は、メルヒェンと呼ばれる怪物に捕縛、管理され、日夜続く不条理な拷問に喘いでいた。町の名はすでに忘れられて久しい。人々はこの地獄をこう呼んだ。難攻不落の生きる監獄、ジェイル。敵はいないな。今なら一気にたどり着ける。でも、まだ捕まってる人たち、無事だといいけれど。気配はある。怖いけど。ご安心。そんな奥目…でも、
君のその絵が、それにしても赤ず。あ、お姉ちゃん。遅いぞ赤ずき。いや悪いわ。派手に暴れすぎ。まあまあ。そうそう。はぐれたら。おつーちゃん、ねえおつ、大丈夫？あ、おつー、赤ずきんと一緒にしないでくれ。あーひど。でもまあ本当にボケたまま戦え。お、わかってるよ。うまく引くよね。大丈夫で。本当。赤ずきんなわけ。まあまあ新しい仮にも。だからメルヘン。やっぱ姫、さあどこからでもかかってこい。敵だ！行くよ！そこだ！勝ててよかったね。こんなのがいつも徘徊してるなんてな。そうだね。いっそまっすぐ突撃した方がまだマシかもね。おい、無用な戦闘は避けるからな。わかってるって。オッツーは心配性だな。姫を危険に巻き込むなって言ってるんだ。わかってるって。人魚もオッツーも絶対わかってない。でもこの調子。それは確かに。なんせ相手は話のつ。私の番だね。
出番だね。よし、楽勝だ。さらに強くなったぞ。やったね。私のことよりおつ…ほら、心配かけてごめんね、姫。僕はほら、大丈夫にしても…そうだね。私もジェノサイド化は未だになれないもの。自分のあんな姿を見られるなんて思い出す…姫の恥じらう姿も可愛らしいよ。しかし、なんで殺したいと思った？確かに、どうしてだろう。そんな衝動が…大丈夫だよ。それだけは…私たちの体のことなので。心配しないで。うん、頼りにしてるね。とはいえ、このジェノサイド化…まだ自分がジェノサイド化したまま…大丈夫だって。考えすぎだよ、人魚は。それに、何か…まあ、赤…ついてる。ジェノサイド化もそうだけど、舐めるっていうのも慣れない。でも、ま、あ、おつーちゃん、まだ腕から血が出てるよ。